こんばんは、音楽家でありギタリストの竹下敦です。私にはね、今、別居している家内がおりまして、その家内曰くね、レア・アルフォンソ・ショーダ氏が所有しているオベーション・ナーダマス、そんなにわざわざ聞く必要があるのかと、そのように言われました。確かにおっしゃる通りですね。私がアダマスを引き取って、そして黒沢楽器店にね、持ち込んで高いお金を払ってメンテナンスして弾くわけです。これがね、わざわざね、そういったことをする必要があるかというと、これはまた一つね、疑問点でもあるわけです。現在私はね、黒沢楽器さんの方からオルフェイスバレーギターズの、を使用するギタリストとして、押されております。その状況にありながらね、オベーション社のものを使用して、自らの身をあやふやな状態にするというのもまたいかがなものかと思います。確かに彼女の言うことはね、ある意味正論ではございます。ただしね、約束は約束ですから、そこはレイ・アルフォンス翔太さんもね、今更になってごちゃごちゃ理由をつけて私に貸さないということはないと思います。彼のね、偉大な財産のうちの一つとして私は受け継いでいきたいと思いますし、そのためのメンテナンスの料金は惜しみません。ですので結果的には、私が近日中にあたりまで行って引き取ってまいります。その時にもしアルフォンソ氏がね、ごちゃごちゃとまだ言うようであれば、それはもう私が引く私がメンテナンスをの料金も支払って引ける状態にすると言っているのですから、これ以上何かごちゃごちゃと言うのでしたら彼は男らしくないと思います。ただし彼はそんな男ではない、一度うんと言ったものに対しては約束を守る男です。ですのでね、私がオペレーションをきちっと引きこなし、そして、来たるべき時に備えてね、当然彼は死ぬわけですから、私がギターを、一部安いもんか高いもんもあるでしょうかと、スペイン製のギター、そして、彼がメインで使っているものはね、私が引き継いで、私が責任を持ってメンテナンスを行います。それ約束いたします。それがね、幼い頃からの弟子であった私の役目だと思います。これは運命だと思います。で、明日はね、私と今別居中の、家内との記念日でございます。明日はね、ある晴れた日に、彼女と私の、人生そのものを綴った歌でございます。これをね、晴れて歌えるように、これからね、今日の夜遅くまで帰りますが、自分自身に厳しくレッスンをしてまいりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。竹下敦史でした。